はじめまして、今回アラーニの虫かごで謎の少女ナスハを演じさせていただきます白本彩奈です。初めてのアフレコ挑戦なのでうまくいくかわからないんですけど、自分なりに頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。虫の知らせってあるだろう。昔の人は人間の体内には虫が住んでいて潜在意識に影響を与えると考えていたんだ。救済人、ネットではそう呼ばれているよ。さまよえる魂を救済しているんだって。